無極を離れた光が物質世界で発見するためには3回の転換が行われるべきですが、これを3年周期と言います。無極を離れた18次元の光は15次元の大極の世界で最初の転換が行われます。無極を離れた18次元の光は12次元の3大極の世界で2回目の転換が行われます。無極を離れた18次元の光は5次元の0.3回目の転換が行われます。18次元の創造主の意識が霊魂の思考調節者に込められ、4次元人間の体で意識として具現されるためには 3回の転化の経てこそ意識を具現化できます。この過程を3年周期と言います。16次元で誕生した霊が生命体のことを起きるためには16次元で誕生した霊に一度の幕が被せられます。霊に一番目の幕を起きると大極の世界では自由に 霊同士で卒中ができます。霊が3大極の物質世界でお互いに卒中するためには2つ目の幕を切ることになります。霊に2番目の幕が設置されると、霊と魂が結合することができます。霊魂同士は物質世界で互いに卒中できます。 霊に3番目の幕が設置されると、霊、魂、白が互いに結合することがあり、同じ生命体のことを切った霊魂同士はお互いに卒中できますが、ことが違う霊魂同士では卒中できなくなります。物質世界に広がる神羅万象は、霊は3年周期を通じて 生命体のことを生きているのです。これを霊の3年周期と言います。無極にいらっしゃる創造主様が物質世界に降りてくるためには3回の転換過程を経て完成されるしかありません。これを創造主意識の3年周期と言います。 物質世界を3大極と言います。物質世界を3年周期の世界と言います。物質世界にある全てのものは最高の点である創造主の意識が3回のエネルギー転化の通じて行われたのです。 このような宇宙哲学的権利を3年周期と言います。古典の世を開くために創造主様が地に降りてきました。物質世界を一度も直接運営したことのない創造主が、物質世界を一度も肉体の服を着て経験したことがない創造主様が 地に降りてきました。物質世界を一度も直接運営した経験がない18次元の天が、大宇宙を間接的に経営していた18次元の天が18次元の強大なシステムを持ち地に降りてきました。創造主が持つ意識と 創造主のエネルギーをそのまま持ち地球惑星に降りてくることはできません。創造主のエネルギーを持ってそのまま地球惑星に降りてきたら地球惑星はたったの一生も耐えられずに爆発するようになるでしょう。創造主が物質世界の発想に合わせて降りてくるため3回の大変化と 転化の通じて降りてくるしかないんですが、これを創造主意識の3年周期と言います。
地上に降りてきた創造主の中心意識は、一番目、三項行動、二つ目の三項行読、三つ目の三項一度の三年初期の過程を経て完成しました。記録の必要性があって、整理の必要性があって、ウデカ・チム・ジョーがこのメッセージを残します。2021年3月13日、ウデカ。